マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですねマスオのマインクラフトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね超リアルな世界なマインクラフトで遊んでみようということでやっていきたいと思います。はい、まあマインクラフトってね皆さんもご存知の通りモッドって言われるね改造だったりとかブロックの見た目を変えるリソースパックっていうのがねあったりします。で今回は影モッドって呼ばれるね世界がめちゃくちゃこうリアルな綺麗なように見えるモッドとすごくリアルに見えるそういうねリソースパックを入れたマインクラフトの世界にしてみましたがいかがでしょうか。やばくない？このさ後ろのこの雲の感じとかさ今僕外見えるのねこの部屋今いる部屋もう今外見ると変わんないもんこの空手ぐらいにめちゃくちゃね綺麗なマインクラフトでございます。はい、ということで今回はですねこの世界でいろいろ冒険してみたいと思います。やばー、どうですかこれ。これ多分丸石ですよね。でこれが石炭だと思うんですけどちょっとほらでさこれが丸石ですよ。なんかねマインクラフトのねゲームのね普段丸石って言ってもあんまりイメージ湧かなかったりするけどこれだったらあこういうのが丸石なんだってめちゃねイメージ湧きますよね。そしてこれが石炭です。おお綺麗。こんなにさまあ、綺麗な世界ではあるのに普通にプレイできるっていうのがねまたすごいところですね。これ銅ブロックだね。はい、いやすんごい別のゲームやってるみたいな気分になるんだけど。はい、ではではもう少しいろんなところ行ってみましょう。あっちにねちょっと白樺とか森があるんですけどうーわーやばい水がひたすらに綺麗。うーわ、そしてこの土、草ブロックと土ブロックがさリアルすぎてやばいねこれ。やっぱさ当たり前だけど土の中にはさ根っことかもあるじゃないですか。その根っことかもさこうリアルに描かれてるし草もめちゃくちゃリアルなんですよ。あ、お魚さん、お魚さんは普通ですね。はい、でちょっと飛び込んでみよう。えい、おほほー、うわ何これ、映画ですかって呼ばれね思っちゃうぐらいの水中からの太陽の綺麗さ。そしてここら辺は木なんですけどちゃんと葉っぱが一枚一枚こうなってますね。これだけ見たら本当に分かんないよねマインクラフトってね。おー綺麗な世界だ。あ、これ白樺だね。白樺があったりとか、あ、お花も咲いてるね。お花も一輪一輪ちょっとちゃんと一応見えるね。うーわすごい。なんかね最近ね僕ねこうモッドとかちょっとなんかマインクラフト最近すごいまた改めてめちゃくちゃ好きになってて、いろいろこうモッドとかねそういうの調べてなんか一人で楽しんで遊んでるんですけど、いややっぱねなんかね今まで何回も挫折したんだよね正直。モッド導入しようと思ってよくわかんないって挫折したんだけど、今回ねちゃんとネット見ながら勉強したらちゃんと理解できたので、今後こういうねモッド的なねそういうマインクラフトもアップしていくかもしれません。うーわ、あ、そしてああれはもしや羊さんじゃないですか。うわ羊さんもリアルなんですけど、こんにちはこんにちは。うわなんかあれだね、こんなにさ羊さんがなんかリアルだとさ倒しづらい羊さん、いや倒せないよ、なんか
やったー、羊毛だーとかさ、羊狩りだーとか言いづらい。そしてこっちは、うわー、うん、牛さんですね。いや、牛さんもさ、牛肉ゲットとか言いづらくない？あ、ちゃんと牛さんさ、こう乳牛だったり、あと、え、これ牛さんだよね、怖っ、うん、色のパターンの牛さんがいるね。でもって村あったよ、村どうなってんだろう。いや、あ、これ農業か、農地か、ここ。え、村人さんどんな感じなんだろう。いるかな、村人さんいますか。あ、猫ちゃんだ。猫ちゃんはこんな風にいますけど、村人、え、あ、なんか飲んでる音がする。てか、この木と松明の感じ。お、村人さん普通。村人さんはいつも通りだったよ。夜になったら夜になったでまた綺麗だと思うんですけど、ここでですね、まあクリエイティブなんで一つね、アイテムをちょっとお見せしたいと思います。まあこういう風にね、いろんなアイテムがあるんですけど、その中でもね、このバージョンがものすごくこう綺麗に見えるアイテムっていうのがあって、それがガラスブロックです。はい、どうでしょう。これが普通のガラスブロックです。綺麗でしょ。わお。で、色付きガラスブロックがこんな感じ。ステンドガラスできちゃうよね、これね。はあ、ファーハー、ガラスで拠点作りたくなるわ、こんなの。で、また違う色付きガラスを、黒ですね、次。うーわ、やば。何この、ちょっと幻想的な空間。やば、どうですかこれ。うーわ、うわー、すごい、なんかめちゃくちゃ綺麗なところに来た感じがする。でもマインクラフトなんだよな、これ。すげー。ちなみにね、これ昨日僕試しで、まあ、作ってみたガラスの、まあ、お家ね、一応試したんだけど、めっちゃこう綺麗になるのね。さっきはさ、下までこうね、敷き詰めてなかったからあれだけど、こうするともうなんかめっちゃ高級なさ、そういうなんかお店にいるようなさ、そういう世界観のね、家になります。で、村をこういう風に覗くと、なんていうかな、いい雰囲気ですよね、村ね。そして、うわ、びっくりした、これアイアンゴーレムさんですね。怖っ、こんな守り神いたらマジでおっかなくないね。え、まあ守ってくれてて感謝って感じですけど、はい、ネザーの方行ってみましょうか。ネザーね、僕行ったことないんだよね、だからすごい楽しみ。ちょっと細長くなっちゃったな。ネザーあるんだよな。あ、危ない危ない。で、火打ち石で、えいっと、うわすごい邪悪な、こんなとこ行きたくないよ。じゃあ行きましょうか、レッツゴー。え、どうなるんだろう。うわ、来た、ここシンクの、あ、シンクじゃないか。え、何の森だったっけ、名前。名前どっちだったっけ、シンクじゃない方の森だ。うーわ。あ、でも、このさ、キノコのさ、ランプが明るくていいですね。これグローストーンか。うーわー、すっごいけど真っ暗なんだよ。まあ、火打ち石も光っててかっこいいんだけど。あ、落ちる落ちる落ちる。じゃーん、こちら玄武岩のエリアかな。すごいね、なんか最後ボスとかいそうなさ、
そんな雰囲気です。で、読み込まれてない部分がさ、なんか空が見えるのがまたなんかいいわ。すごいね、これはね。ということで、ネザーから戻ってきました。海の上、まあこれはこれでね、めっちゃ綺麗、ウユニ塩湖って感じでめっちゃ綺麗なんですが、この下にですね、あの要塞があります。どのタイミングであるかな。あ、土か、ブロックが、あ、アイスパイだって。ここだ、要塞。おー、いいですね、要塞。すげえすげえ。うわ、怖っ。要塞感が半端ない。わ、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビ、ちょっと顔見せてよ。うわー、ゾンビが怖えー。あ、間違えた、こんなの怖すぎやろ。あ、そして宝箱、赤、エンダーパールなどなどありますね。うわ、クリーパー怖すぎ、やば、こんなんいたら速攻逃げるわ。うえー、図書室があった。うーわ、すごいよ、蜘蛛の巣がしっかりとかかってる。ちょっと上がっちゃおうか。うわまさにこう、なんかあれだね、なんか隠された図書室って感じだね。うわ、強いし、普通にすげえわー。本もね、ちゃんとこう立体感あるもんね。すげえ。どこだーい。あっ、あったー、やっと発見したよー。ここマグマグツグツなってるし、すごい、スポナーがドクロになってる。じゃあここにエンダーアイを入れてみましょう。いやー、探すのマジで時間かかった。ほら、入れる感じは同じだな。じゃあ、いざエンドの世界へ。どうなんだろう、こっちは。どうなってるんだ、ここ。おお、すごい、読み込んでないのかな、これ。読み込んでるのか、こういう世界観なのか、ここのエンドは。下が全部黒、これ。あ、見えた見えた見えた、すごい、エンドはこういう感じね。空ですね。で、暗すぎて全然何が何だか見えないんで、これ暗視のポーション飲んでみましょう。暗視のポーション飲んでも意味ないわ。おー、うわ、爆発がちゃんとされていく。ああ。
でいかがでしたでしょうか。エンダードラゴンをね倒すところまでなんとか行けました。でその後ねエンドシティ行きたかったんですけど、ちょっとねバグっちゃってね行けなくなっちゃいました。いやただすごいですよね、こんな風にリアルにマインクラフトができるんですから。はい、これからもですねもうちょっとマインクラフトいろいろ勉強して、いろんなワールドでね遊んだりとか、まあアップデートが来たらね普通のマインクラフトでも遊びたいと思っていますので、はい、ぜひね皆さんこれからもねチェックしていただけたらなと思います。はい、今日も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。以上マスオゲームズでした。バイバーイ。